卵も入れるよ。よし、できた。これが最後の材料だ。サム、何してるの？自分にご褒美をあげようと思ってさ、新しい魔法のレシピを試してみることにしたんだ。でもキッチンをめちゃくちゃにすることないでしょ。ポップイットも台無しじゃない。行きましょう。いい魔法のレシピを知ってるから。そうこなくっちゃ。みんなこんにちは。今日はユニークなポップイットのケーキを作るの。ケーキとポップイットって両方最高だよね。だからその2つを合わせるんだ。うん、スプーンありがとう。まずは粉の材料を全部ボウルに入れるの。こうやってね。僕らみたいにお菓子作りが好きな人は高評価してね。大人と一緒に作るのもいいわよ。一緒に料理すると楽しいからね。うん、そうだね。でも食べるのは一人がいいよ。独り占めできるからね。そう、これは水分がある材料を入れるボウルだよね。びっくりさせないでよ。卵が頭の上に落ちてくるかと思ったよ。いつもお料理を手伝ってくれる親友と美味しいものをシェアしないからよ。そりゃないよ。君には何でもあげるよ。この砂糖だって。あら、おかしいわね。これ私が用意しておいたお砂糖にそっくりだけど。サムチン、鍋にお湯を沸かしてくれる？塩をちょっと入れるわよ。でも入れすぎないで。はい、お湯。でもこれまでのお料理動画ではお湯は使ってないよね。二重鍋っていうのよ。材料のボウルをお湯を沸かした鍋に入れるの。そしてよく混ぜるの。でも沸騰させないでね。砂糖が完全に溶けるまで温めるだけだから。なるほどね。あ、熱い。サム大丈夫？みんな、ここはぜひ大人に手伝ってもらって。湯気がすごく熱くなることがあるから。よし、十分温まったわ。次はハンドミキサーだね。はあ、大丈夫でよかったわ、サムチン。でも、ここは私がやるわね。よし、いいわね。ここで粉の材料を入れるわよ。半分だけね。味見した方がいいよ。まだよ、慌てんぼうさん。これはもらうわね。みんな、生地はゆっくり混ぜてね。下から上に空気が入ってふわふわになるようにね。そう、料理の魔法って言ったのに何もないじゃないか。いいわ、驚くわよ。秘密の材料入れよう。すごい、できた。でもさ、普通の生地だよね。匂いも生地だ。バターの香りがするけど。そう、魔法かかってないよ。いいえ、かかったわ。この秘密の材料でいい硬さの生地になるのよ。溶かしバターとバニラエッセンスをもう半分の生地に入れたの。よし、サム、オーブンを175度に予熱してくれる？でも気をつけてね。もちろんだよ。昔ながらのチョコレートケーキのレシピなの。結局クラシックなものが一番いいって言うでしょ。余分なものが入ってなくて。やばいよ、スー。おしゃべりしてる暇はないよ。オーブンが温まったよ。サム、一刻も早く味見したくて焦ってるみたいね。もちろんだよ。だってケーキだよ。みんなもそう思うなら高評価してね。何人いるかな。その間に私はこれをオーブンに入れて50分焼くわね。このまま見てね。出来上がりを見たらびっくりするよ。ランラランラランラな。スー、なんてこった。何してるのさ。一生懸命作ったケーキが台無しだよ。あー、さっき頼んだ型はできた？できたよ。スー、聞いてるの？僕みんなに素晴らしい出来になるって約束したんだよ。何してるの？余分なところを切って素敵な蝶々のケーキにするの。みんな、安全第一よ。はい、大人に手伝ってもらうのがいいわ。なるほどね。それじゃあこれはいらないの？言いたいことはわかるわよ。食べていいよ。さっき切った上の硬い部分もね。やったー。サムの気が散ってる間にフロスティングを作りましょう。これサムは大好きだから全部食べちゃうかもしれないからね。でもこれがないとケーキができないの。急ぎましょう。綺麗にできた。虹色のケーキを作るから。
そうそう。攻めてるわけじゃないけどさ、もうちょっと色が明るい方がいいんじゃないの？わかってるわよ。でもこの色もとっても綺麗なのよ。確かめてみて。本当だね。前にユニコーンの虹色のケーキを作ったじゃない。あれはすごくはっきりした色だったなって思ってさ。ああ覚えてるわよ。可愛かったね。全部あげたらキリがないくらいいっぱいケーキを作ったわね。あげてみるよ。アマングアスのケーキ、巨大オレオケーキ、 M&M ケーキ、ゼリーの池のケーキ、それから、あーダメだ、多すぎるよ。みんなは動画で見てくれたかな。まだだったらぜひ見て。僕らの新しいレシピを見逃さないようにチャンネル登録してね。私のお気に入りはワンパクスライムサムのケーキよ。あなたにそっくりだったもの。僕のお気に入りはこれだよ。僕の誕生日にも焼いてくれる？でもまだ食べてないじゃない。チョコのビスケットとクリーミーなフロスティング、最高じゃないか。そうね、サム。よし、できたわ。テビダババンザイ、いただきます。うん、ダメよ、まだできてないわ。もうちょっとで出来上がるわよ。みんな、このまま見てね。これは、ここ、いいわね。うんうん、なるほど。そうそう。サム、何してるのよ。私にばかりやらせて。全てが完璧かチェックしてたんだ。素晴らしいケーキになりそうだけど、まだポップイットになってないけど。焦らないで、知ったかぶり屋さん。ねえ、この虹色のケーキにはどんな色が入ってる？簡単だよ。紫、青、緑、黄色、そして僕の色ピンク。その通り。完璧なポップイットを作る準備ができたわ。完璧なポップイットだって？うん、またなの？専門家みたいに話して。こうやって。ところで僕、完璧なポップイットに詳しいんだ。博士号を持ってるからね。まず一番大切なのは形だよ。普通の丸とか四角じゃ退屈でしょ。珍しい形のポップイットがいいんだ。こうやって何時間も話し続けるの、ほんとよ。みんな、2番目に大切なのはバブル。ポンって気持ちよく押せるのじゃなかね。私は全体の構造を作ってるわ。最後も大事なことだよ。色、もちろん好みでいいけど、明るい色が楽しいよ。この色は好きじゃないって言ったわよね。違うよ。みんなにユニコーンのケーキのことを思い出してほしくてさ。後でまた見てくれるように。はいはい、わかったわよ。さあ、ケーキを組み立てましょう。そう、僕がデコレーションのプロなのはみんな知ってるけどさ、僕の技を最近見せてないよね。ぜひ見せて、頼りにしてるわ。やった、よし。わあ、最高じゃない。でも一つ足りないものがあるわ。え、なんだよ。橋よ。なんてこった、忘れるなんて。でもすぐ直せるよ。いいのよ、サムチン。十分よくやってくれたわ。私が直すから。あなたみたいに手伝ってくれる人がいて助かるわ。正直言って、こんなケーキ見たことないよ。本当に綺麗だね。ええ、仕上がりがすごく楽しみよ。よし、これで完成よ。嬉しいわ。そう、君ってケーキ作りのプロだよね。素晴らしいよ。光栄だわ、サム。ありがとう。さあ、素敵なケーキをもう一回よく見てみましょうね。のがもったいないね。さあ、押してみよう。あ、忘れてた、本物じゃないよね。気が変わったの？食べないつもり？もちろん食べるよ。遊ぶのも好きだけど、食べるのはもっと好きだもの。行くわよ。みんな、包丁には気をつけてね。本物の虹を切ってるみたいだね。そうじゃない？わあ、この一切れ、本当に綺麗。美しいね。
僕にもちょうだい。もちろんよ。でもスプーンを持ってきてみんなにさよならするのが先よ。すぐ持ってくる。みんなまたね。サムったら。みんな見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくね。またね。